で、そして今回も何も変わってないっていう。まるで成長していない。看板もおかしくない。おかしくない、おかしくない。ここもおかしくない。矢印も下、上下の順になってる。ボタン2個も変わらない。手前、自販機も特に変わらず、水、看板、列車が来ます、なんか出てきたりしません、これあります、椅子があります、電話機あります、お姉さんがどこに下に落ちてきません、アリヘラです。フェンスあります。123です。月です。上の天井も印はついてます。いやー、異変があれば避難。参考タイルも別に変わりはないよね。ないと思うんだけど、言ったらゼロにされるんだよな。よくわからん、ほら。何がおかしいか全くわからん。何なんだろう、これ。これはちょっと知りたいな。知らないとなんかもう突破する。気づけないもんね。だって一生ずっと同じここで引っかかってるもん。集中してみる。ロビーでしょ。こっちはラブだけど、こっちは愛なんだよな。これは別に当初から異常なかったよね。で、眼科の看板、金銀、椅子の数、時計、エレベーター、自販機、ヒラー、水の看板、川か、列車が来ます、なんか置いてます、列車に人はいません、川村地区看板、電話機、お姉さん、というわけで、あ、ここね、これこっちの看板は小文字の文字が、ちっちゃい文字はラブで、ロビーだと。これだけ覚えてね。これでちょっと直進しますわ。で、ゼロのままだったら、ああ、1になったから、だからこれ E があって、B は正解ね。あって、160m、神山だ。スケジュール変わらず、看板変わらず変わらず、8眼か目動かないです。で、ぐるぐる待てない広告募集、ここに、こっち、自販機、鳴り平、看板、青赤、看板に異常もないのが見えてきます。椅子の数、電車の中身が何か違ってるとかも別にないです。人線引いてます。電話機です。ライトも白でした。看板も動かないです。フェンスもあります。ってなるとやっぱり背景なんだろう。なんか背景が変わってるのかな。高さが違うとか、月の形が違うとか、絶対これ、なんか戻った方が正解っぽいけど、異変を見つけれてないんだよな。何なんだろう。ホームの床の色かなと思ったけど、別にそれも変化ないしな。わからない。いや、わからん。これ何が違うんだ。なんだこれ、ずっと同じ。さす
すがに退屈なんで、もう一回同じ状況になったらちょっとさすがに見るわ。これはわからない、全然わからない。先に進めないからもね、ちょっとマンネリ化しちゃうからね。いや、そうなんだ。ラブだし、ロビなんだ。神山だなんだ。160なんだ。スケジュールこれで合ってるんだ。看板もいいしょ。金融もいいしょ。八番カンパーランしょ。だし、下矢印だし、エレベーターもこう回し、自販機もこの形だし、アップだし、成平、看板も変わらずで、青赤の順番だったし、何か増えたりとかしてないし、変わらずだし、電車も何かおかしなことはなってないし、今のところ気づける要素はない。けど、ゼロにされたら、されない。危険があれば避難。ひらかんのび、あんやまだ、あんまんこ、人間8、椅子の数、下矢印、自販機、マリヒア、エイリー、水、看板、青赤、まもなく電車が来ます。電車の中も別におかしいことはないです。河村塾です。電話です。看板です。なんだけどこっちな気がする。いや、もう完全ダメだよね。メタ推理は良くないよな。つけたい異変を。なんだろう。番号はおかしくない。60メートル。やる気は58番か。これもね、おかしくないんだよ。